ね、とにかくね、我々は早く目覚めたおかげさせてもらえたんだっていう、まず感謝でね、何かの因縁と、まあ、おばあちゃんの功徳なんだよ、一つは。そうおばあちゃんがちゃんと二千尺柱の信仰がなかったから、後半は確かに学会に絡め取られたかもしれないけど、前半の積んだ功徳によって、それで皆さん方がいち早く目覚めることができた。どうすればいいかったら、その何にも分からずに、魔人を拝まされてる人たちに、肩を揺さぶってでも、向こうは揺さぶった時にこっちをパン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 叩いたりするわけですよ。ほっといてやーみたいな。それでも解いていくっていうのは、これが菩薩行であり、これがおばあちゃんに対する最高の供養であり、から、大聖人弟子としての一番尊い生き方なんです。それをやることよ。